イサベルでポルトゥガルやアラゴン、または、イサベルでアビスイトラスタマラは、神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世の日。ポルトガル王マヌエル1世と2番目の王妃、マリアの長女で、ポルトガル5名は、イザベル、ドイツ5名は、イザベラ・フォン・ポルトゥガル。母マリアは、アラゴン王フェルナンド2世とカスティーリ女王イサベル1世の、三女であり、マヌエル1世の最初の王妃であるイサベル、および、 カスティーリャ女王、フアナの妹であった。イサベルの名は、祖母、イサベル女王と、おばから取られたものである。マヌエル一世の3番目の王妃は、フアナ女王の娘で、イサベルの重臣にあたるレオノールであったが、1521年にマヌエル一世と死別した後、フランス王フランソは一世と再婚した。イサベルとカルロスの結婚は、カスティーリャとアラゴンのコルテスによって取り決められた。 戦略結婚であった。1526年に、神聖ローマ皇帝及び、スペイン王になっていたカール5世と結婚した。二人は、セビリアのアルカサルで挙式した。カール5世は、イサベルのママ母,母、レオノールの弟であり、イサベルとはいとこであった。前年の1525年には、イサベルの兄ジョアン3世とカールの妹カタリナが、結婚しており、この二重結婚によって、 ハプスブルク家とアビス家の結びつきを新たにする意図があった。政略結婚であったにもかかわらず、二人は仲睦まじかった。新婚旅行の際、周囲に人がいても、カルロスとイサベルは気に留めず会話し、微笑んでいたという。イサベルはカール5世との間に5人の子を設けた。ヨーロッパ中を巡り続けていた夫に代わって、その知性と美貌で知られたイサベルはスペインで接衝を、 務めた。1539年、夫の不在時にイサベルはバシを出産の際、南山で死去した。以後カール5世は再婚せず、死ぬまで黒の喪服で過ごした。1556年の退位後、カールはスペインの修道院に陰性するが、1558年に死去するまで亡き妻を思い続けたと言われる。ありがとうございます。